冬休み中の子どもたちを対象に地元のものづくりに関心を持ってもらおうと、旭川ものづくり体験ツアーが行われました。まず見学に訪れたのは、大漁旗などを製作する明治時代からの老舗企業、近藤染工場です。染めた生地を乾かす部屋は真夏は60度ほどに保たれることもあり、この中で職人さんは汗を作品に落とさないよう慎重に作業をしています。そして生地を染める作業場を見学。手際よくハケを進める職人さんの真剣な姿に、子どもたちは緊張した様子で見入っていました。見学の後は生地を染める作業を体験。前掛けを借りて馬の毛のハケを持ったら、気分は職人さんです。難しかった。どんなところが難しいですか？ムラがなく塗るところとか、豪快にまんべんなく塗れるところがすごいと思います。伝統受け継がれてて技がすごいな。その後、干支の犬が描かれた手ぬぐいを好きな色で染めました。この手ぬぐいは見学に来た思い出に子どもたちにプレゼントされました。次に訪れたのは旭川市工業技術センターです。こちらでは金属加工用の機械が揃っていて、企業に貸し出ししています。レーザーで金属を加工する作業を見学したり、 3D で製品の設計図を描くための CAD というコンピューターソフトを学んだ後、このソフトで作った恐竜の骨格パーツを組み立てる体験をしました。子どもたちはかっこいい金属のプテラノドンを完成させ、ものづくりの仕事の面白さを学んでいました。本日、銀座仲見世通りにおいて銀座食べマルシェ2018を開催中です。銀座商店街の飲食店や商店街から食材を仕入れている飲食店が出店しています。ぜひお越しください。